はい、マノチです。よろしくお願いします。プロスピ2011。はい、今日の動画は2011年の、まあ、日本のプロ野球の選手たちを見て懐かしもうじゃないかという動画でございます。早速見ていきましょう。プロスピ2011年、ゲオで180円ぐらいで売ってたんで買ってきました。すごいね、杉内選手ね。まあ、パパッと、うわ、和田選手すげえ。ホールトン選手がなんかすげえなんか懐かしく感じるわ。いや絶対俺知らない選手とかいるわ。あ、森福選手この時点で5年目か。うわ、ファルケンボーグ選手だ。この時代の野球め、うわ懐かしい懐かしい。いや俺も多分もうそこそこは知ってると思うんですよ。2011年だったら、あ、全くわからん。なんて読むの、レイオー選手でいいのかな。全くわかんない。わからんわからん。もう名前自体も初めて聞くレベルだわ。レルー選手なんて、キャッチャーですね。綾継選手ルーキーイヤーってことだよな、多分1年目ってことは。小久保選手、まあ選手、まあ選手か、現役なんだね。40歳か。本田選手やばいっしょ、めっちゃやばいっしょ、この能力は。アムネリン、今宮選手2年目か。やばっやばいね、この能力がやばいね。田村選手すごくね、38でこの能力がすごいね。福田選手この時点でもう5年目とかなんだね。柳田選手ルーキーイヤーだよね。あ、西武行きましたね。西武見ていきましょう。あ、涌井選手、岸選手、小林選手はすげえ並んでんじゃん。石井和久選手って元気か。雄星選手は2年目ね。面白いね2011年ね、こうやって見ていくと。牧田選手ルーキーイヤー、27歳でルーキーイヤーなの。社会人でなんだ。わあ、なんかすげえ久々に名前見た。弥太郎選手、わからんです、わからんですね。ちょっとすみません、わかんないです。そっか、そういえば住谷銀次郎じゃなくて銀次郎登録だったもんね、住谷選手ね。巨人の帽子かぶってるぞ。ガーリ君いいね。あんま変わってないかな、能力的には。今とあんま変わんないよね。うまっ
浅村選手、あ、ショートなんだこの時は。なんかもうセカンドのイメージがね圧倒的に強いんですけども、ヤクルト被ってるぞ。栗山選手すごいね、今も普通に試合出てるもんね。秋山選手もルーキーか。この年のルーキーやばくない？あー、ジージー佐藤選手だ。西武のイメージあんまねえな。ロッテですね。一発は持ってんだね。いや顔顔だけ見ても絶対わかんないでしょこれ。面白い。分からん、分かんないです。ペン選手分かんないです。相当いい能力だね。内選手ってこの時点で8年目なんだ。初めて見ましたね。マクローリー選手分かんないですね。生の球早いね。ストライクゾーン入んのこれ。ああ里崎選手だ。肩やばいね。95、今能力がちょっと下がってるか。肩は井口さん、面白い。なんかすげえ懐かしい。弾道グラウンド、パワー31もあるんだね。これどうなってんの？ロッテにいたっけ？ロッテにいたっけ。俺何にもいじってないですよデータ自体は。ロッテにいたっけ。日ハムですね。やばくね。なん、バケモンじゃん。あ、めっちゃコントロールいい。多分日ハムはほとんどわかるんじゃないかな。斉藤佑樹選手ルーキーか。それこそこの年の斉藤佑樹選手覚醒させたらやべえんじゃねえか。クイック持ちか。クイックさえなければな。あれやりてんだけどな、ホームスチール。日ハムはあれだわ、今のところ全員わかるわ。
あー懐かしい、運転ジョン・クレイトン。なんか俺一時この名前を言いたいがためになんかすげえ使ってた気がする。ダース・ロマシュ・タスクだっけ。ごめんなさい、呼び捨てにしちゃいました。え、この時も正捕手って大野選手、鶴岡選手と2人使ってた感じか。今成選手はキャッチャーだけか。めっちゃサードうめえじゃん。いろいろ持ってんな特殊能力。西川選手1年目か。え、斉藤佑樹選手と同期入団ってこと？なんだこれすごいね。めっちゃ能力高い。多分日ハムは全員わかるかな。はい、オリックス。ちょっとなんか顔ぽっちゃりしてるか。まあこの時代だからね、あんま顔の再現率っていうのは当てにならんとこあるかもしれないけど。なんかこう今を輝く選手でさ、え、こんな能力だったのみたいな。欲しいよね、なんかそういう選手みたいな。俺結構オリックス分からん選手多いぞ。うまっ。1年目か。オリックスのイメージない。俺もう阪神と日ハムのイメージしかない。楽天マー君すごいな。美馬選手がルーキーか。なんか本当かなこれ。なんかところどころマジでっていうのがなんかあるけども、どこまで当てにして見ていいんだろう。全然名前も読めない、全く分かんない。
楽天楽しそうだね、なんかね。43歳25年目すごいな、この能力。弾道はラインドライブなんだね。うまいね。銀次選手は一応キャッチャー適性ついてますね。いつから外れたんだろうね。ショートなんてできやったんだ。はい、セリーグ行きましょう。この時のセリーグめ、あの中日めっちゃ強いんじゃない、多分。浅尾選手とかすげえみたいな。すげえこれはすごいわ。マサさんだ。マサさん引退したのっていつだっけ。50歳ぐらいまでやったんだっけ。49だっけ。あと3年ぐらいはいるんだな。まあ多分そんぐらいいるだろう。ルーキーだ。谷繁さん、うわ、キャッチャー能力やべえ。そっか、この時洗い場だ。かっこいいなすげえかっこいいな。和田さん、なんかすげえ髪ふさふさに見えるけど。強いね、中日ね。阪神藤川球児選手とかかな、やっぱすごそうなのは。この時メッセンジャー選手まだ2年目か。いいね、いい能力ですね。うわー、グローブ叩きつけてほしいあれ何回見ても面白いよな。いや、阪神あれだな、ちょこちょこと誰だわかんねえって選手がいたりはするかな。
いやー今びっくりした、いたんだと思った。そっか、原口くん、俺の知ってる中谷選手かな、下の名前が分かんねえんだよな。キャッチャーやってたのかな、ちょっと分からん。あ、そっか、阪神か。阪神の野手陣は多分ほとんどわかるんじゃないかな。金本さん元気か。守備とか肩悪すぎない、なんかあったのかな。あ、もう明らかなピーク過ぎてって感じか。俺の友達がね、この桜井選手をすげえ教えたのを覚えてる。巨人沢村選手、顔なんかすげえイケメンだな。ルーキーか、似てる顔。ん？アルバラデホ。わからんな。わかんないですね。あー、マイケル中村でしたっけ、中村選手でしたっけ。ちょこちょこ巨人わかんない選手いるな。今 YouTube やってるよね。宮國選手がルーキーか。あー、なんか巨人に行ったような記憶がなくはない。はっきりとは覚えてない。え、最初って内野手だったんだ。三塁か。なんかもう外野のイメージしかねえな。もう巨人時代から外野だったでしょみたいなイメージ。あ、ラメちゃんだ。盗塁2なんだね、3ではないんだ。ヤクルト、あのオリジナルはあれかな、カツオカーブかな、多分そうだよね。この時のヤクルトってどうだったんだ、強かったんかな。まあ今投手陣しか見てないですけど、なんか強そうな感じするけどね。青木選手とかいない？あ、いないか。
あ、いねえな、多分いねえな、いるかな、うまっ。41でこれやばいよね、鉄壁でしょマジ鉄壁でしょこの二遊間。川端選手、ああそっか、なんかすげえ久々名前見た気がするんだけど、ホワイトセル選手って、山田選手、これ本当にルーキー、なんかすげえいい選手いっぱいない？あ、青木選手いたね。ヤクルト普通に強そう。広島マイケンさん、もうエースかこの時、広島の。やばい、俺広島ほぼほぼわからんかもしれない。あ、そうでもないな、今も元気でやってくれてる選手とかがいてくれればはまだわかるけど、1年目か、もう顔見ても絶対わからんこれ。もう相澤選手はこの時点で5年目なんだね。相当なんか守備力高いね。菊池選手いなくね、まだいねえのか、2012年ぐらいかい入ってくるの、多分わかんないけどさ。もう菊池選手とかもいるもんだと思ってさ。横浜、この頃はまだ DeNA ではないのか。わからん、全くわかんない、 B リーチが全くわかんない。外国人選手はちょっとわかんない選手多いかもしれないですね。江尻さん顔似てる。やばい、マジでわかんない選手多いマジでわかんない選手がちょこちょこ多いな横浜。横浜キャッチャー厳しくない？細山田選手この時こんぐらいの能力なんでしょ、ちょっと厳しそうだね。セカンドではないのか。っていうかあれだよね、戦力外になるんだよね確かね。
この後どんな感じなのか分かんないけど、戦力外になるような能力ではないけどね。顔あれなんだね、外野手は持ってないんだね。あ、稲田さん、横浜、懐かしい懐かしい、スレッチ選手。あー、まだ現役か、そっか。荒波選手1年目か。はい、1周しました。30分ぐらい見てたんだね。いや、面白かった。なんか見てるだけすげえ面白かったわ。はい、まあそんだけの動画です。まあなんかちょっと2011年なんか遊べそうなネタが思いついたら遊んでいきましょうか。はい、では、2011年の日本のプロ野球の全選手の能力チェックでした。終わり、バイバイ。